どうも、シャマでございます。今日はね、普段の実況とは別で、サッカーのレオザフットボールさんという方が来てくれてますんで、実況解説みたいな感じでね、一回ゲーム映像撮って、その後から二人でこう、実況解説みたいな感じでやろうとしたんですけども、どちらも役目を果たせずという、サッカー雑談になってますんでね。まあ、どっちか楽しんでもらえれば、ゲーム画面見て楽しいか、雑談を見て楽しむか。まあでも普段とは違うサッカーの情報も結構出てますんで、ぜひぜひ見てみてください。じゃあ、こちらの動画です。バッ！はい、どうも、チャマでございまーす。レオでございまーす。レオザフットボールさん。はい。なんであんな昼間勝手にやってんのよ、あんた。勝手にじゃない。送ってるじゃん。迷惑してるんですけど。前日に。盛り上がって盛り上がって。盛り上がって盛り上がって質問もらって。まあ、わかんない人に言うと、はい、昼間、ちゃまくんちチャンネルで、はい、サッカーのね、みんなで楽しもう、はい、話題を、やろうみたいな感じで、はい、あ、やばい、ちょっと待って。声が入って。よろしくお願いします。という感じでね、サッカー担当みたいな、ね、はい、リアルサッカー。はい、今日は解説来てもらいましたね、はい、チャマくんのこれ実際の映像です、はい、赤がチャマくん、はい、黄色がまあ相手ということで、ね、はい、やらせていただいてますけど、どうですかこれ、はい、これフォーメーション、フォーメーション、チャマくんの方が433でしょ、そうです、相手はで相手が、4132、4132、はい、でこうチャマくん、そういう時はどういう攻めればいいんですかね、一応、うん、この413、見せてね、見せて、フォーメーションだけで、うん、こう言うと、赤の方がチャマくんの方です、はいはいはい、で、緑の方が相手のフォーメーションなんですけど、はい、見てわかる通りですね、相手がワンボランチなんで、はいはい、ここがですね、数的有利なんですね、2センターハーフが、なるほど、ここをどううまく使えるかですね、なるほど、ちょっとリアルタイムで試合もやってるっていうのを意識だけしてもらって、はい、ゆっくり喋らずに、ね、いやでもほら、今のシーン、これはそうですよ、あ、なるほど、ほら、ベイルが一応前向いてボールもらえてる、そうだね、これはフリーになるんですよ、言ったら、うんうん、相手のあのサイドハーフが戻ってこなければ、なるほどね、はい、で、ここイブラに、こうイブラから走らせて、まあ、ここをこうね、一回ベイルに戻して、はい、まあファーストシュート、ファーストシュート、まあ、ディフェンスに当たっちゃいます、ベイルを捕まえきれてないっていうのはそういうことなんじゃないですか、そうそうそう、今ね、ベイルが絶好調で、うん、多分今週無敵だから、うん、そいつを、まあ、ベイル一番使いやすい、ベイルがこのポジションっていうのは現実世界ではあんまないのかな、でもこれを 4-2-3-1 と捉えるんなら、うん、チャマ君の方がね、そう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 、捉えるんだったら全然今のレアル・マドリードと一緒ですよ、うん、今のっていうかちょっと前の、そう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 、まあその辺はやっぱ参考にさせていただいて、ベールが前でこう動き回ることによって、はい、このワンボランチがついていけないから、こいつらがこう後ろに下がっていかないといけないけど、この辺の受け渡しがちゃんとできてないから、うん、ベールがチャンスを作っていったんですね、でこうペペがね外していく、ペペが外す、これはもう戦術とかじゃない、まあしょうがないしょうがない、まあ、運みたいなもんですからね、うん、でここねやっぱりこうなんて言うんだろう、うん、センターバック相手すごい開いてボールもらうのね、そうそうそう、ただ相手のセンターバック見るとそんなにねこう足元が上手い選手ではないから、うん、でも意味わかんない、狙い目かなという相手憧れだけでやってる、まあ、そう、まあ、バルサが好きみたいなところ、憧れだけでやっぱほら今回ガチャで選手を出すから、うん、ね、運もかかってきて好きな選手を取れないっていうので、いつかみたいな、アスナロの木ですよねアスこそナロのね、やっぱ志が高いっていうのだけそうそう、うん、でここイブラがヘッド、ほらここでもほらベールがフリーになってる、そうそう、だからそうイブラでね、うん、ヘッド強いから、うん、落とせなかったけどね、落とせなかったけ ど、 さあここどうする、ここ今、うん、ここでねベイルのね守備意識がこんな高くなくてよかったかもね、え、マジだって今戻ってなかったらさ、ベイルがフリーでパス、広大なスペースもらえる、じゃあここですよ、今ちょうどなってる、うん、ここのところで、うん、ベイルがまでベイルがこう戻っちゃってたから、うん、もうちょっと傾けれる、うん、ベイルが戻っちゃったらここでパスを受けれなかったと、なるほど、この位置を超えて、うん、この位置、ほら今イブラが、うん、まあイブラちょっと低い位置でボール取られちゃいましたけど、うん、ここの上がりね、うん、ここのボランチが上がってこれてない、そうだね、でベイルが自由になるってことね、はい、だけどチャマくんうまいから決めたから戦術なんてそんなもんです、いやいやいや、うまかったらいいんだよ、まあそうだよな戦術っていうのはそのプラスアルファですから、そうそうそう、まあでもほらこういうのも知っといたら、うん、いざほら動かないとかね、うん、あるからゲームだと、うん、そうだね、相手が上手くなったらもう潰されてみたいな、これね、ここら辺の守備がね雑、いや雑っていうか、これはもうウィリのシステム上しょうがないけど、うん、今3ボランチの距離が開きすぎてて間でパスもらわれちゃったでしょ、そうだね、それはもうしょうがない、なんか やり方ない、そうゲームの修正で、だからここがこう空きすぎてて、この間で、うん、映ってないから覚えて、この角度覚えて、ここでしか見れない、空きすぎててボールをここで奪われちゃって前向かれてるから、こういう風に、なるほどね、そうそうそう、リアルのサッカーだったらどうすんの、リアルのサッカーだったらここをこう締めますよ、誰か死んじゃったけど
ネイマールが飛んだダイブだ。ダイブだ。ダイブだ。ダイブだね。そういうこと、うん。リアルのサッカーだとここをギュッて締めますから。なるほど、ね。ここが開いちゃったから、うん。そうそう。それはあれ、ベールがサイドハーフの適性があるからかもしれないね。サイドに開くって。そういうことか。そうそうそう。そういうことね。そう。だからこことか逆にギュッてしてる。うん、っていうかさ、俺さ、ネイマールがダイバーだって言ったらさ、うん、いや、ロナウドの方がダイバーだって言われたんだけどさ、絶対ネイマールの方がダイバーだよ。いやいや、ロナウドだよ。あ、今全然ネイマール倒れない。前は前は倒れてたけど、でも、ネイマールの場合は、うん、倒れ方的にマジで、あの、うん、なんつうの、まあ、それダイブしてるのもないとは言わないけど、うん、ロナウドほどじゃない。ロナウドやばい。ロナウドあんなムチムキムキでさ、ロナウド、あれ何してんだっけ、ソシエダ戦だったか、うん、なんかジャンプしてキーパーかわすところを引っかかったみたいにして、うん、そのまま飛び越えてったらさ、あの、無人のゴール決めれるのに、倒れてノーみたいやってて。いや、でもほら、なんで鍛えてんだよ。お前そんな見た目で判断すんなよ。お前、ロナウドの体幹細いかもね。じゃあ、それかもしれない。それこそあの筋トレなんなんだよ。そう、全然クリロナの方がダイバーです。あ、そう、うん、じゃあ俺が悪かった。それ、なんか教えら、なんか教えられてたって噂あるよね、ポルトガル代表で。え、ダイバーダイブの指導されてたみたいな。え、そうなの、うん、じゃあもうロナウドも別にいいものというか、もう勝つために仕方ないみたいな。あ、そう、いや、そう、試合の話もしましょうね。これ2個やるのこれ、うん、2個やるよ。落ち着いてやりたいんだけど。何よだよ。お前解説で呼んでるんだから、なんでこれ持ってきたのかなって俺思ってるよ。いらないの、いらないならこれだけ見ながらやるよ。いや、でもあった方がいいけどさ、うん、まあ、そのゲーム実況的ではあるからね、うんうん、ここが 2-0 になって、はいはいはい、ここですよ、ここここここですね。ずる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 下がっていっちゃう、行かれちゃうんだよ、ね、後手後手、うん、なかなか。でも、もうフォーメーション上っていう感じ。いや、っていうより、うん、この相手がパスを前向いて受ける状態にして、チェックが遅いみたいな。あ、そう、ここ、チェックが遅い。これはここは大丈夫。これはフォーメーションでなんとかできんの？無理。それでももう、いや、正直、うん、ウィーレがどういう仕様になってるか分かんないけど、うん、ベイルとかをセンターハーフで使ってるリスクはここではあるよね、当然。本当に？だから守備意識高い選手でも、マティーディとかクリオビアクだったら、うん、チェック早いのかみたいな。ああ、なるほどね、うん、難しいな。でもさ、4-3-3 のさ、うん、3人とも、うん、中盤の3人全員さ、守備意識高いのはちょっとリスク高くない？リスク高い。高いよね。もう、だって、前と後ろがさ、うん、もう分離して。ただ、チャマクのサッカーは、うん、その、センターハーフが、うん、言っちゃえば、ベルが、うん、あ、ベルじゃない、イブライボミッチがボールをキープすることによって、うん、後ろが上がってくんないけど、うん、結構前線の3人でやっちゃうじゃん。そうだね。だからそれでいいんじゃないって思って。なるほどね。7人守って3人攻めるでも、うん、ちょっと時代錯誤ではあるけど、うん、あの、守備安定するし、うん、俺のテクニックこそ戦術だ、だったら。なるほどな。だってさっきのゴールもそうじゃん。そうだね。ベイル待たないで、うん、いや、でもそれ、あのね、変な話言うと、まあ、この方はお強いですけど、まあ、それでも勝てんのやっぱ個人技で、うん、もっと強いやつは、うん、やっぱもう個人技通用しないのよ。あ、そうなんだ。もう、あの、ボール持った瞬間、もうチェックガンガン来るから、うん、でももう全然に後ろっていうか前向けないみたいな状況になっちゃうから、そういう時やっぱ戦術、うん、というかフォーメーションとかそういうさ、サッカー知識に俺はその勝機を見出してるわけ、一応ね。じゃあ俺じゃん、やっぱこれで言ったら、はい、その、うん、空いたスペースを使えるように、はいはい、そこに走り込んでくるまで、まあ、イブラがキープして待つのか、うん、そういう設定するのか、どっちかで。なるほど、ね、あそこで、ちょっと攻め急いじゃうのがやっぱ良くない。いや、この相手の人には個人技でいけたけど、うん、いけない相手の時はやっぱそのベイルがフリーになって、うん、この上がってくるのをもうちょっと見せて、何回言えば分かんの。ベイルがフリー、あ、それいいわ、それいい。ベイルがフリーになって上がってくるのを待つ。ここをね、相手ワンボランチだから、はい、ここにボールがこう、イブラ入った、はい、イブラ入りましたとか、こう空いてます、はい、の時にボールを取ったベイルはまだ後ろいるでしょ、うん、ここでさっきはこうブルブルってやってあってやって、うん、ガンいけたけ ど, けたけど、これいけない時は、うん、ここがあって待ってこう一旦落として、はい、例えばこいつがガッて来たところをここでスルーパスをポンって出して、うん、ポンって出してネイマールが1対1とか、うん、でもこの時間をどこでかけるのか、うん、ここでイブラがキープすることによって、うん、ここが来るかもしれない。その時にこう上がってきた。なるほどね。まあこれね、あの1個前のチャマ君のフォーメーション考えてっていう動画に、うん、コメントで来てましたけど、ウイレじゃそんなこと通用しねえとか、うん、まあ、システム上のこと一旦忘れてっていうのを俺こいつに言ってるんで、うん、その辺のツッコミだけちょっと勘弁してほしい。結構ガチめの切れ方してたけど、まあでもそれはチャマ君を守る怒りだったから、お前偉そうに言うなみたいな、チャマ君は頑張ってんだぞみたいな。俺ああいうの何とも思ってないから全然大丈夫。いや、何とか思ってる。まあ、まあ俺が悪かったから、ね、ウイレってそうなんだぐらいしか思ってない。みんな頑張ってんなって。そうそう、エンジョイ勢でいるんだよそういうやつが、うん、ウイレで、例えば俺コケさ、コケっていい選手だよ、アトレティコ、俺知ってるの。ただあの コケとかラウルとかもそうだけど、うん、まあ、タイプポジションとか全然違うけど、うん、ウイレでは使えないじゃん。ああ、分かるでしょ、うん、シャビもそうじゃん、うん、そうだね、ウイレでは使えないじゃん、うん、
それだから俺はコケをガチャで引いた時にゴミだなって言っちゃったそしたらやっぱね、ふざお前サッカー知らねえのかみたいな、やっぱ人すごい来て、まあ、まあ正直どうしようもないんだけどさ、でもまあウイレで使えないっていうのがやっぱ俺の動画の中ではまあ全部頭についてるっていうのだけ、選んだワードがそうそう、コケゴミだなってコケびっくりだと思うよ、あんなにアトリチコ引っ張って。いや分かってるよ、リアルでは強い選手分かるけど、もウイレをずっとやってたらさ、まあシャビとかもそうだし、まあどっちかといえばシュバインシュタイガーとかもそっち系じゃん、なんならマチュイディとかさ、あのボランチで足早くても、サッカー IQ が高くて勝負してる選手は、そう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 、操んのこっちだから、そうだから、あの正直さ、あのラモスとかもセルヒオ・ラモスも課題評価じゃん、ね、セルヒオ・ラモスとペペどっちがいいって言ったら、ウイレだってやっぱラモスの方が強かったりするのよ、でもどう考えてもペペの方が頭良くて、いろいろ戦術的なメンバーの動きができてるでしょ、でもラモスの方が足が速くてフィジカルが強いから、まあゲームでもうだってそこは俺のセンスでいけるから、多分その辺ね、そうだね、まあまあいいか、そそうだから、あのベイルをそこに使えてるっていうのも、普通だったらベイルあの3ボランチのさ一角で使ったりとかしないけど、でもそこで使って言っちゃえばスタミナもあるしフィジカルもあるし守備もするから、あそこで使いつつ上がってミドルも打てるっていう、だから理にかなってるよね、まあトップ下なベイルは一応、あれってトップ下なの、トップ下4123の2ってセンターハーフじゃないんだ、4123412がアンカブスケツとかの位置、チャビアンス、あのボレポジション的には、ウイレのポジション的には、どこだ？だから、4123だ、ベイルここでしょ？ベイルここ、ここは OMF、オフェンシブミッドフィールダー。オフェンシブなんだ、センターじゃないんだ。これがセントラル。これセントラルで、こっちが DMF。かなりこっちの方が攻撃で、こっち守備で分業なんだね。そう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 。ただ、あの、なんていうの、ベイルは俺がフィジカルとスピードがあって、ディフェンスセンスがあるから、結構こう、いいポジションに。だって、守備の時もちゃんと戻ってた。そうそうそう。そうだし。うん。いいよ。うん。いいそれだけ。OMF。だから CH だと思った。そうそう。まあ、難しいんだけど。CMF か。結構ね、でもベイルは自分で戻らしてる感じもある、俺は。わざわざカーソル当てて関係ないとこにいても、あ、そうなんだ。そこ、いいんってやった。その辺説明してなかった。うん。じゃあ、あんと罰ゲームなんだ。なんでだ。お前が受ける。何をするいやでもこの試合はちょっとテクニックで勝ってる感じがあるから、俺の戦術とかじゃ別に、いやだからさ、俺はだって 2-0 で満足してないもん、でもそういう気持ちになるとき、ルイス・エンリケとかあると思うよ。なんでなんかすげえ記者会見で聞かれるけど、今日に関してはメッシすげえって話してない、いやでもそういう時にさ、メッシがすごかったとは言わないじゃん、みんな頑張ったって言ってみろじゃん、お前も。俺だからほら 2-0 ではさ終わりたくなかったのよ、やっぱ 5-0 もっと言えば 10-0 したかったわけじゃん、どうしたらできてたかなとかさ、あ、それいや、それがさっき言った話になるじゃん、あ、もう終わり、さっきは言ったあのベイルの空いたスペースをベイルにどう使わせるか、そう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 、そういうのもっとなんかいろいろあればさ、もうないと、あとどういうこと、あとあれだよね、イブラがこう下がってできたり、あの中盤でベイルがキープしたりして、両サイドのこの選手をストライカーとしてもっと使いたかったよね。ああ、なるほどね。そうそう。ネイマールがあんまり得点機っていうかないでしょ。それがうまく使えてないのが残念ですね。なんだろうな、ネイマールがね、いまいちね、こう、例えば俺このフォーメーションしてさ、やっぱ、ロナウドとイブラにロングパスとかでさ、ヘディングせらしてみたいな。なんかそういう時にね、なんかいまいちね、やっぱ、ベイルの方が早く絡んでくるというか。ネイマールってどうしてるっけ、今。元気にしてる。ネイマールってさ、もっと外で開いて受けて、そこからドリブルで1対1みたいなのって今回あったっけ？あ、あのね、一応さっき気づいてたけど、あの、サイドバックとかが持った時に、あの、中盤が3人でさ、サイドハーフいないじゃん。だから、サイドバックからもう前に当てたいじゃん。っていう時に、戻ってきて、ネイマールが降りてくるように ST っていうあの、シャドウストライカーにしよう。あ、ウィングじゃなくてシャドウストライカーなんだ。で、ロナウドはシャドウストライカーだと、あの、総合力っていうのが適性があんまり高くないから、ウィングの方が高いから、で、ウィングにしたらやっぱ、あの、戻ってこないじゃん。ネイマールサイドでドリブルで仕掛けてほしいね。そう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 。それはあったね。だってネイマールがここで一人抜くだけで、センター、このセンターバックが釣り出されるから、
もうイブラヒモビッチがかなりフリーになるよね。で俺のね選択肢としては、うん、まず一陣は、うん、ロナウドとイブラなの、うん、ロナウドとイブラがベイル使いながら裏に抜けてそれでキーパーと一対一を作ってゴール、うん、まあそれができてるから使ってないんだけど、うん、それがダメだった場合は、うん、次はロナウドイブラでキープをしてベイルにミドルを打たせる、うん、でそれがダメだった時にあの全然前に攻められないよっていう時にネイマールがサイドハーフぐらいまで降りてきて、うん、そっからコネコネして、うん、こうディフェンスをサイドに寄らしてロナウドバルセロナのスター三人なんだいやあのね何て言うんだろう逆にあの手っ取り早いんだよやっぱロナウドを走らせるとかさ、ね、ネイマールはコネコネしなきゃいけないから、うん、そのテクニックいるから、その疲れるスピードで ぶっちぎるみたいなのはできないんだ。まあ絶好調の時はいいけど今普通だから、トップスピード自体はそんなないんだ。そうあとねあのネイマールに特殊能力でラインブレーカーっていうのが確かついてないんじゃないかな。ついてないんだ。うん。ついてたかもしれない。だけどあのまあウイレの使用上絶好調のやつの方がなんか勝ちやすいんだよね。何かしらの駆け引きとか。だからネイマールとかよりはロナウドとかイブラに、うん、なんか。使ってみてほしい感じは、うん、今回見たやつと、うん、その、見せてね。ちょっと一回ずらすね。オッケーオッケー。スリートップで、右がクリロナで、うん、左が、右がクリロナで、うん、真ん中がイブラで、うん、こっちがネイマールでしょ、うん、ってなると、もうネイマールが一人抜くだけで、うん、こう、ボランチがどう対応するかよるけど、うん、こういう風に、スライドしてくるから、うん、どんどん。そうなるとこの2人が強い分、うん、クロス上げるだけでかなりあの、うん、ミスマッチっていうか、ね、うんそのクロス戦術でこれでいいなって思ったのがベイルが左にいるでしょ、ね、左に置いてるからベイルがここのサポートに来たりあと左のアサイドが左利きだったらよりクロス上げやすいなって思ったりするけど、ね、だってここで引きつけるだけで、うん、中がサイドバックがついてきたサイドバックって基本背低いから、うん、クリロナとはギャップできるからそうでそれは、ま、5人目あ、そうなんだ。5人目。もう、ほんと、選手動かなくて、うん、もう、横か、あの、選手動かなくて。選手動かなくて。5人だな。もう何もできないみたいな。俺の、ネイマールも、もう疲れて、ドリブルもできないっていう時に、うん、もう横からバン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 クロス上げまくる。みたいなのは、もう最終的には考えてるけど、うん、まあ、そうなってる時点でもうだいぶ遅いんだよね。5人まで行っちゃってる。相手のこと相当押し込んでるってことだよね、それは。そうそう、押し込まないといけないから、なかなか難しいは難しいんだけど。ちょっと楽しみですね、この、うん、その、まあ、とりあえず、ベイル生かす戦術。そうそう、ベイルを生かしたいっていうのが、うん。でも相手がワンボランチで両サイドが上がってるっていうのが条件だよね。これだって相手がスリーボランチにしてきたら、うん、これ戻しますけど、一旦、はい。相手がスリーボランチにしてきたら、うん、こうなるわけですから、相手の陣形は。うん。ってなると、うん、こうですね。こうなるわけだから、うん、これもうここをガッて塞がれたらさ、うん、ベイルも行っちゃえばスペースない状態だと厳しいから、そうだね、ここはこう上がっててくれてたから、これだから、うん、カウンターの時はこれ使えるけど、そこですね、うん、問題は。とか、2ボランチにしてきた場合。なるほどね。2ボランチ。うん、このベイルが来るまで、うん、イブラでキープできるかって。難しいね。イブラ重いからね、操作感が。あ、そうなんだ。遅いからさ。やっぱネイマールとかの方がくね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 、うん、思った通りに。もしくはトップ下作っちゃうかね。トップ下ね。もうあの誰にするの。トップ下。トップ下メッシ取ったんでしょ。メッシ取ったけどメッシは給料が高い。エジルは。エジルもいるけど、うん、エジル給料あんまり好きじゃない。好きじゃないんだ、うん、これねいいと思うけど、ここに一応はセンターバック2枚が、うん、俺どこつきゃいいのみたいにさせたいなと。なるほどね。あ、それはね俺ウイレか発売当初やってた。どうだった？ネイマールをトップにして、うん、こいつに当てて、うん、後ろ向いたままくね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 してたらこうやって引っ張るじゃん、うん、でサイドウイングをこうやって、でそれであの最初はもう量産してて勝率 90% ぐらいいったんだけど、俺動画公開してるから、うん、みんなそれ真似して、すごいね、みんながそれをディフェンスできるようになるんだよ。ちゃまくんそんなこともできるようになったんだ。そうだよ。だから今嘘を教えた方がいいんだよこれじゃあねサイドバックを全部後ろに下げましょう、うん、でセンターバック上げましょう、うん、一回だから全員こっちに寄ったフォーメーションだからこっちがすごいスペースできるんでそしたらなんでそんなサッカー詳しいんですか騙されてくんないだろそれ。まあ、まあ、そろそろでも試合も終わったし、はい、おしゃべりもまあまあそろそろね。なんか最後に宿題みたいなのあれば。宿題これができれば1個ちょうだい。一個うん、あれ相手が後ろを向いてボールキープした時の、はいはい、ラインアップ。ああ、もうちょっと詳しく分かんない人もいるかもしれないんで、はい、まあ、まあ赤がちゃまくんです、うん、守ってんのね今ね、うん、今ちゃまくん守っててこういう状態でしょ、うん、はい、でまあ
攻めてて、まあ、取られましたと、うん、取られました下がれってなってずーずー下がると下がるね。でまあボールとかこうやってやばいやばいってなって、まあ、こう取ったとすると、うん、でとこの時に守れてこうなってるでしょ、うん、こういう時にポンってボールを戻してこう上げれたいんだけどそれウィーでできないから、うん、相手がこうパスをさこう横こう回してるじゃん、うん、こうで回した時に後ろにボールが行った瞬間とか、うん、あとこうボール持ってこいつらがこうチェックに行くね行った時に取られたくないから後ろ向くでしょこう、うんうん、前向いてる時だと裏にパス出てくるから、うんうん、怖いねうんからラインを上げれないんだけど、うん、こうやられちゃうからね、うん、ただこいつが後ろ向いてる時だと裏にパス出てこないからまあ出てこないよね、うん、物理的にねそう、うん、この瞬間にガッてこうラインをオフサイドトラップでラインを上げれるとじゃあもうここが裏に出ないからよりこうボールを取りやすくなるし相手は窮屈になるのねそうそうでそれで、取れたら一気にライン押し上げるというか、うん、また主導権握り返せるっていう風にはあ、じゃあなんかこう守備しながら攻めるみたいなそうそうだから相手が後ろ向いた瞬間とか、うん、バックパス戻したりとかロングボール蹴ったりとかした瞬間に、ね、オフサイドトラップわかりました一回やってみてまあウィーレで通用するかどうかっていうのが、うん、まあ大事だけど俺昔からやってるこれできるあの昔のウィーレだったらやってたあなるほど最近ウィーレやってないからね、まあ、そんな感じでじゃあこれ頑張ってみようとはいオフサイドトラップとベイルを生かせ、はい、じゃあもうありがとうございました、はい、もう今日でもう別れてなんで別れあんなに頑張って更新したまた明日からあげんのあげる最近どんどん尺長くなってなるほどね喋りたいこと多すぎて長くなってぜひねぜひ見てくださいじゃあ、はい、コメントの方もよろしくお願いします途中から全然映ってない本当だという感じでね、はい、まあたまにねこういう感じのコラボもやるかもしれないし、はいまあ、この動画がね反応悪かったらもう二度とやらないんで、ね、そうそうもうぜひぜひそういうものですからメディア高評価お願いします、はい、いや最後までご視聴いただきましてありがとうございましたコメントチャンネル登録よろしくお願いしますさようならパーパーシャマンチェスターはスペシャルサポーターモナリザ様トモトモ様ユード様タツヨシ様ショー様株主総会様ハリス様ノック様、ペン様の提供でシャマンチェスター運営しております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。